楽しい 3DS Max ワクワク建築 CG とりあえず制作してみるの3回目はフィジカルマテリアルとフィジカルカメラの調整になりますチョコレートを移動して綺麗な構造を作ってみたいと思います操作方法で説明が足りない場合は優しい 3DS Max 初めての建築 CG の方も合わせてご覧くださいでは今日の内容を先に説明します 今、チョコレートに色がついておりますよね。こんな風にマテリアルを貼りたいと思います。あと、ピスタチオを足しておきました。作り方としましては、ラインを押し出ししてポリゴン編集にしました。下にありますビターチョコの方と作り方は一緒になります。それでは、モデリングで作ったオブジェクトに色をつけたいと思います。 ショートカットキーは M で、マテリアルエディターのボタンは上のこのボタンになります。するとこちらのダイヤルボックスが開きまして、スレートマテリアルエディターというものです。で、マテリアル一般の中からフィジカルマテリアルというものをビュー1の方にドラッグしてください。そして Q をダブルクリックするとこのように大きくなります。まず T ポットから色をつけてみましょう。では、 ティーポットを選択します。そしてマテリアルエディターの4番目のところこちらマテリアルを割り当てボタンを押しますもしくはこの点からうにょうにょうにょうっていってペコっといって色をつけます今回は省きますが名前をつけることができますこの赤枠のところですねそしてプリセットといってもう既でにできてる素材がありますそうですね プラスチックではないんですけど光沢プラスチックというのを選んでみました今度はチョコレートのマテリアルですビュー1のところに2つ作りたいのでマウスのホイールでくるくると小さくしてくださいそして新しく作るよりもコピーの方がおすすめなのでシフトを押しながら隣に移動しますそうするとマテリアルができました そして通常なら名前をつけるんですけど今回もちょっと省きましてプリセットの中からチョコはそうですね半光沢ペイントというのにしてみます基本パラメーターのところにベースカラーですねこちら初期設定はこういったちょっと青紫っぽい色になっておりますそれをもし私と一緒にするんであればえー、っとですね色相に20ウとそしてサイドに155 メイドに14 5と入れてください。ミルクチョコレートをイメージしましたではこのマテリアルを丸いトリュフチョコレートに割り当てたいと思います上から4つ目のボタンですね割り当てますそしてもう一つも同じのにしてみましょうかこのやり方でペタッとつけてください別の色も作りたいのでシフトを押しながらコピーします そして見てもらいたいんですけども割り当てられてるのはこの四隅がついてるんですね今新しく作ったのはついていませんではえっ、ー、とビターチョコのちょっと苦そうな色味にしてみたいのでえっ、ー、とですね17125110というふうに私は設定しました少し濃いめの色ですねあらかじめ作っておきましたマテリアルを見てください ハートのチョコをクリックしますと、名前もちゃんと付けてますよ。赤はこちらの色になります。もし同じのが良かったら、ぜひ一緒にしてみてください。全部チョコレートは半光沢のものをコピーして作っております。それでは、えー、テーブルですね。このマテリアルはちょっと変えましたので見てもらいたいんですけども、プリセットの中から下の方に行きまして、 マットゴールドというのにしましまた最後はこのギザギザのチョコカップなんですけど例えばこのスポイトでチュッと吸い取るとどのマテリアルか角っこが白くなるのでこういう調べ方もできますでこのプリセットは何を使ったかと言いますとマットペイントというものにしてますそしてベースのカラーを変えました何色にしたかと言いますと クリックしますのでまたもしよかったら同じにしてくださいマテリアルが全部貼られましたのでここからはカメラの修正をやりたいと思いますこのカメラがベストアングルなんて方は例えばチョコレートだけを移動とかもいいかもしれないですねカメラを修正したい方はまずカメラビューであることとこの右下のボタンですねまずはじゃあオートビックカメラという部分を触ってみます ターゲットを中心にカメラが動きます次に上のボタンを押しましたカメラを回転ロールカメラですねこれはあんまり私は使わないです隣ってパースですこちらはフロントビュー見るとカメラがビューからいなくなるのがわかるかと思いますはい次はズームになるんですけどいろいろとありましてこの上の方のターゲット通りとやつだと ターゲットだけがカメラの方に向かったり離れたりします。はい。次はパンですね。はい。で、トラックカメラ、平行移動というのがあります。カメラを選択して修正パネルの方でもできるのですが、今回はとりあえずですので、ぜひ右下の方でやってみてください。そして私が決めた構図はこちらになります。 赤のチョコレートは手前に持ってきて、中心ではなくちょっと外してます。楽しい 3DS Max ワクワク建築 CG をご覧いただき、ありがとうございました。